それではドラゴンクエスト11やっていこう。大丈夫かなお父さん、今のシルビアの姿見て、プン、もう意識不明になっちゃうね。ここ心配でこなんだけど。あーもうこんな、お父さん気絶しちまうよ、体調悪化しちゃうよ。この町には二度と来るまいと思ってたのに、まさかこんな風に帰ってくるなんて。よ、お帰りゴリアテ。いいに住んでるね。だけどちょっと心の準備をしたいから先に行ってて。あ、やっぱそうだよね、喧嘩別れペコだったらあれだよ。アリスちゃん久しぶり。あーもう街汚染され始めた、街が汚染され始めた。ほら見て、もう腰抜かれてるやついるじゃん。怯えてる、おばあちゃんが怯えてる、やめてあげてよ。ふがふがってほら日本語も喋れなくなっちゃってんじゃん、やめてあげてね、怯えてるから。体調大丈夫ペコでしょうか。あ、綺麗な姉ちゃんもいるね。あーこれやばい、もう一度これあれだ、倒れちゃうわこのお父さん。師匠、グレイグでございます。久方ぶりです。起きてる、うん、はあ、かっこいいおじいちゃんみたい。グレイグじゃねえか、てめえが修行を終えて町を旅立ってからもう十数年か。近くに来て面見せろ。嘘でしょ、ゴリアテ君のお父さん。てめえの活躍は散々聞いてるぜ。図体でけえだけが取り柄だったてめえが今やデルカダールの英雄様だ。お父さんもジエゴ様。思ったよりお元気そうで何よりです。この息子が師匠の元で騎士道を教わっていなければ今の私はありえなかったでしょう。ここを旅立って多くのことがありました。16年前のユグノアの悲劇に始まり、先日の大樹の落下、そして今や魔王が。そういえばシルビアはどうしたのだ。私は師匠と話しているからちょっと様子を見てきてくれないか。ちょっとペコーラにもさ、ちょっと紹介させてよ。ジエゴ様にちょっとペコーラ、あ、こんにちは、シルビア過去ゴリアテくんの仲間のパーティーのペコーラです。お、聞いたで勇者さんよ、おめえグレイグと旅してんなってな、ここに来るまでずいぶんと苦労したんだろう。まあ、スカイ好きな街だけどゆっくり休む。 ありがとうございます。あ、そっか、あたしを探しに来てくれたのね。うん、お父さん起きてたよ。実はね、あたしあなたと再会できたらウルノーガと戦うって心に決めてたの、うん、だけどパレードのみんなを預けるためにパパと会う決心がなかなかつかなかったの。なるほどね。あのプチャラオ村の親子を見るまでは、うんうん、話し合えば分かり合える、そう覚悟を決めてここまで来たんだけど、やっぱりパパと会うのが怖くてね。話し合えば分かり合えるペコラは思うけどな。私がこの町の出身だって話したことあったかしら。いや、あの本で知ったけど一応。そう、グレイグが言ったのね。聞いての通り、私は子供の頃から騎士になるべく徹底的に鍛え上げられた。だから私はずっとこの町で騎士として生きていくものだと思ってた。そんな時だったわ、サーカス団が来たのは。そのサーカスのショー、とにかく面白くって、不思議と体の中から力が湧いてくるの。私はサーカスのパワーに魅せられたの。いいね。そして私は確信したわ、笑顔は人を強くする、私の騎士道はこれだってね。なるほどな。いても立ってもいられなくなって、今の私に必要なのは旅芸人の修行だってパパに打ち明けたら、うん、当然のように反対されて、その時言ってやったのよ。世界中の人たちみんなを笑顔にできるような私にしかできない騎士道を極めてやる。かっこいいペコじゃん。それまで絶対に帰らない。いや、あんたは十分人を笑顔にしてると思うよペコ。
コーランは。屋敷が壊れるくらいパパと大喧嘩して屋敷が壊れるくらいやばくねえのか。私はこの街を飛び出したってわけ。おセンチな話しちゃったわね。おセンチってなかなか言わねえとこだけど。あなたとお話ししてたらなんだか勇気が湧いてきたわ。本当は大丈夫だよ。よし、パパに会いに行きましょう。きっとあんたは愛されてるペコだから安心しな。子供を嫌うね親なんていないペコだから。そうそう、きっと話せばね通じる。でもちょっとここにいるやつらあれだから、あのちょっと自由にしすぎな件はやめた方がいいかもしれないとかだけど。お前せめてその格好どうにかしろよ。マジでパパ、ただいま。ふざけた格好って思われるペコだろ。誰だてめえ。てめえは我が息子ゴリアテ、どの面下げて帰ってきやがった。かっこいい、お父さんは、ごめんなさい。ごめんなさいだとか。おいゴリアテ、てめえ何か勘違いしてねえか。待って、これ喧嘩しちゃう、もしかして。てめえの騎士道ってやつで世界中を笑顔にできたのか。いいえ、まだです。急に真剣に喋ったんだけど急に。いいえ、まだです。だったらなぜ帰ってきやがった。てめえは大口叩いて出て行った。なのに夢を果たさぬままよくも抜け抜けと。そんな風にてめえを育てた覚えはねえぞ。こんな男らしいパパからどうしてこんな女の子らしい人ゴリアテ君が。パパまさかそれって。ちっきちゃん、こんな体でなけりゃてめえをぶん殴ってたところだ。ありがとうパパ、ずっと私のこと認めてくれてたのね。私確かに夢半ばのまま帰ってきちゃったけど、それには理由があるの。魔王か。そう、魔王がいる世界じゃ人は心の底から笑えないの。だから私魔王を倒す、そして明るい世界を取り戻して今度こそ夢を叶えてみせるわ。めちゃめちゃなんか子供に理解あるお父さんペコじゃない。魔王を倒すだと。てめえまたどでかいこと言いやがったな。面白い、やってみやがれ。こんないいお父さんいないよ、ゴリアテ。お前マジで死に言はないわ。それで実はパパにお願いがあってきたの。めちゃめちゃいいお父さんってことなんだけど。魔王を倒すまで私の仲間たちを預かってほしい。そして私の代わりにみんなの中心になって導いてほしいの。待ってね、ペコーラやだ。帰ってきた時にジエゴ様がさ、そんなもんシルビアみたいになんてないよね。困ってる人を助けるのが騎士道ってもんだ。大丈夫、このお父さんがそういう風になるわけはない。大丈夫、パパ絶対大丈夫。本当絶対大丈夫、絶対大丈夫。おうよ、ドーンと引き受けてやら。騎士に二言はねえ。きっと仲間たちの方がこうやってお父さん側になる。パパ頼む、そうなってくれ。ありがとう。いやマジこの会話普通に通じてるの面白いってことだよね。みんなパパに挨拶なさい。ちっちゃい頃からこういう感じだったんだろうな。あれ、地獄絵図。綺麗なお部屋。地獄絵図。引いちゃったよ。お姉様のパパ、
かっこいい。これからよろしくね。さすがに敬語使えんべこでバカ誰が。この町の偉い人べこだぞ。お前らさすがに敬語使え。こいつは一体どういうことだ。かわいそう、お父さんここまでとは思ってなかったべこなんだろうな。なん。はい、パパ、これを着てね。やだやだ、ペコーラの自由子様の、やめてよ。おいおい、な、何しやがんだ。なんだこの服は、こんなもん聞いてねえぞ。だって、私の代わりにみんなの中心になってくれるって言ったじゃない。死に二言はないんでしょ。そういうことじゃ。やめてください。町に荒らさないように。じゃソルチコの町の治安が悪くなっちゃいますペコですので。ペコら時々来るかな、ソルチコ。個性豊かな悲し方するわ。みんないいわね、パパの言うことちゃんと聞くのよ。お姉さま行かないで。やっぱりお別れなんて嫌よ。私だってみんなとお別れするのはとっても悲しいわ。だけどみんなの笑顔を奪う魔王ちゃんを倒さなくっちゃ。それまでの短いお別れ。たとえどんなに遠く離れようと、私たちずっと仲間よ。カタカナで表記すんじゃないペコだよ。お姉様、困った時はいつでも呼んでね。私たちどこであろうと駆けつけるから。呼ぶことはないだろうけどな。呼べるんかよ、嘘でしょ。仲間呼びが使えるようになった。わ、毎日がいつでも会えとかよ、こいつらと。一生使わない連携技かもしれないペコだわ。さようなら。泣いてんのかゴリアって。私のわがままに付き合ってくれて本当にありがとう。改めてよろしくね。いいの、シルビアって名前からゴリアって君に変えなくていいの。でもその技強いんだよ。え、そうなの。強いんだ。使ってみようかな。そういえば、私の船なら町を出て東の浜辺に置いてあるの。え、今まで通り自由に乗っていいわよ。あ、マジか、船でも行けるべきなんだ。船があればこれまで行けなかった場所に行けるようになるな。オッケー。引き続き仲間を探しラムダを目指そう。マジか、船使えるようになったべこ。ブレレレレ、やればよかった、ゴリアテ君仲間戻ってきてくれて。ペコちゃんのレベル低くな。待って、グレームとロンとシルビア36、37、38。 え、いつの間にこいつら修行してたの。ペコアラがいらない子になりますよ。やめて。勇者は必要なんだ。勇者はちょっと回復したい。回復いつけ。仲間が強いな。え、やば、嵐ペコじゃん。おお、急に荒れてきおった。大丈夫か、これは。おい、ゴリアテ。貴様の船
これ好きで沈んだりしないだろうな。ねえシルビアって言ってあげないよ。ペコラ的には名前が嫌だったのかなって思ったんだけど、そうでもないのかな。荒波ちゃんと戦ってるんだから話しかけないで。そっか、じゃあゴリアテもいいだね、でかく言って。おいゴリアテ、これがペコラムよ。お、なんじゃ。匂う、匂うぞ、命の匂い。ねえやめてやめてやめて、怖い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 。今の声はなんだ。何何、うわうわ、でっかいやつくんじゃないの、なんかこれ何もういかに、え待って、え待って、嘘でしょ。破壊軍王ジャコラ、魔王様よ、この海を滑るよう賜った。我が海を汚す雑魚どもめが、その命魔王様のためもらい受け。お前海底王国のバリアやったやつだな。こいつは因縁の戦いが来た。おのれ化け物、わしらもなめくさりごって。ほうで回復してないぞ、こっちはバカタレが、うん、どうしよう。あ、グランドクロス、よーいけ。オンドリア、グレットフィナース。傷つけ、え、なんわしのグランドクロスが効かぬじゃと。どうなっておるんじゃ。お前の技雑魚になってるペコちゃん、おじいちゃん。魔王様より授かった、レッドオーブの力を使え。そんなもの我には効かぬわ。こいつ無敵やん。やばくない、これ負け確定ですか。海の底に沈む。やだやだ、このでっかい、ペコラ！なんでペコラだけ落ちんの、マジで。あれ？海の中じゃない？天国か、ここはもしや。はにゃん。あ、すごい綺麗だけど。雑魚は落ちる仕様。ふざけんなペコ。あれ？魚人？明らかにあの世でしょ。いや違うでしょ。いや確かに綺麗ペコだけど。あれ？何この状況。天国でも地獄でもない。え？なんじゃ、ジロジロ見よって。わしの顔に何かついとるか。え、違う。わかったぞ。わしのこの姿が気に入らないようじゃな。いや、あんたの本当の姿。ではこれならどうじゃ。ふっ。ん？この姿もダメか。ならばこれでどうじゃ。こいつ誰？ほなんでも変えられるペコじゃん。わしの姿が定まらんとこを見ると、お主わしのことを知らんようじゃな。お主の世界ではわしは予言者と呼ばれておる。わしに抱く姿形のイメージが人によって違うのでな。そのものに応じてわしの姿は変わるのじゃ。
え、そういうこと？だからで、真の姿がないってこと？どうじゃ？何か釣れたか？いや、たぶんまだ釣れてないんじゃないペコかな。じゃろうな。じゃろうなって分かってたの聞くんじゃねえペコ。今はまだその時でないということじゃろうって。え、どういうこと？釣れる時には釣れる。ああ、来たるべき時が訪れるまで耐え忍ぶこと、それが寛容じゃ。耐え忍べば。あ、やめてんじゃんあんた。そういえばお主の仲間にも会ったことがある気がするの。神だ。名前は確か神に会えるんだ。カミュと言ったか。まあよい、わしは部屋に戻るとしよう。ペコーラは？まで神谷はどこにいんの？ほれ、苦しゅうない、そこに座れ。ああ、はい。さて、ここに来たということは何か道に迷っておるな。ちょいと失礼するぞ。いや、海に投げ出されちゃったらここにいたみたいな。ふん、お主、勇者の力をなくしたと思っておるな。だって証し取られたペコですけど。残念だが、わしにできることは何もない。ただ、一つ言えることはある。何？勇者の力を魔王に握りつぶされたと思っとるようじゃが、うん、力なんてもんは見えやしないし触れもできん。簡単に握りつぶせるようなやわなもんじゃない。え？特に勇者の力なんてもんはな。ってことはまだペコワラの中にあるってこと？まだわからんのか。ま、今はそれでよい。釣れるべき時に釣れるように、時が来ればおのずとつかめるものじゃ。え、じゃああいつがさ、ウルノーマが握りつぶしたのか。じゃ何？お主今溺れかけとるんじゃっけ。そうだべ。ま、案ずるでない。大樹が言っておる。お主はまだ倒れる運命にないとな。本当？さて、いつまでも寝てはおれんぞ。お主は勇者、やるべきことは決まっておろう。世界を救え。はい。いって！なんだあいつ。